こんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。ダー、はい、眩しい。なんだっけ、江戸に届くフルの貢献来てるんでやっていきたいと思います。不動明王をクラマでね、艦隊でいきます。出撃。いや、勝ちたいな。江戸に轟くフンヌの合コン、あ、合言さあ、これはね、どういう風に動こうかな。ちょっとせっかくだからレーザーをうまく使いたいよね。埋水と重力バリア持ってるんで、結構ね、戦い方としては楽なんじゃないかな。お、バランスいいぞ、削り方の。どう、どうか。え、強いあ、強え、毒も。なんだこの速さ。え、いいんですか、こんな強くて。え、めちゃくちゃ強くね。で、貫通だからさ、仲間も当てやすいし、まあ、位置取り必須、必要だけどね。位置取り必要、位置取りをちょっと考えないといけないけどね。ダーン。うわ、めっちゃいいじゃん、これ。これめっちゃいいじゃないですか、マジで。あ、ちょっと待って、待って。でもいい。なんかバランスいいっすよ。ダメージがこう。わかるでしょ、言いたいことは。ちゃんとこの言いたいことはわかるでしょ。バランスがいいという、うん。バランスがいいんだけど、たまにやっぱ事故は起きるか。そりゃそうか。いや、でも、そんなの関係ねえ。でも、そんなの関係ねえ。うわ、最高、とんがりコーン。いや、これいいね。面白い。こんなに強いんですか、クラマさん。なんか、ヨーコクラマね。こんな強いんですか。感動的っすな。誘惑ファンだったらたまんないですよ、これ。いて、攻撃力はなかなか立派なもんだ。ソーラチク。なんだよ、パスッと。さあ、そしてステージ3、ここだよ問題は。ここが抜けられるかどうかでだいぶ変わってくるよね。抜けにくいったらありゃしねえかな。でも攻撃がこう強いね。強っ。そしたらどうしようかな。まあ、2人当てればいいか。攻撃力アップしてるのは熱いんですよ、当てるのは。うわ、つえこれ何？よいしょ。化け物かよ、こいつら。復活はもう全部されちゃうけど。いや、でも化け物ですな。もう本物の化け物っすな、これは。やば。楽しい、やってて。強っ痛い、やめて。痛い。いや、地雷もね、ギミック対応するんですよ。最高ですよ、本当に。強っ。うん。あんま、よし。これで。いいんじゃないですか。オッケー。さあ、ボスまで来ちゃいましたね。あっという間ですね。2分50秒ここまで来ちゃった。これ超強いね。はっきり言ってやってて超絶楽しい。どこまで楽しくなるかは問題ですよ。ここから先ですから、戦いは。あと10ターンで、ストライクショットね。いきます。それ！どうだ？すげえダメージだぞ。これめっちゃ楽しい。あれ。それ。おー、いいね。ダメージもそんなにね、でかいわけじゃないから。そしたらこっちから、すくい上げ方式。おい。あ、やべ、ミスった。よし。さあ、大破になったんで、大破をちゃんと取っていこう。ちゃんとに回収ね。じゃあ、やっとけ。強し、しっかりしなさい。いや、いいね。楽しい。でも、ここは本当はカーンっていう、はまれるから、多分ここでだいぶタイムロスはしやすくなっちゃうのかな。とは思いますが。それにつけてもやつわかるだよ。うん。強いです。全員されたあ、全員はされてないな。それ無理やり入れそうだよ。
さあどんどん、あ、ここでストライクショット使えるから、真ん中のね、彼ラに触れたらいいかなと思います。ストライクショット、半端な攻撃は逆効果だ。え、わあ、うわあ、おじぎそう、強え、やべえ、これおじぎそう、半端な攻撃は逆効果なんだって、やばー。これ何で触れるんですか、チュン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 触ってね。ちょっとね、四方に固まってしまってはいるから戦いづらくはなってきてる。ちょっと位置調整をちゃんとやらないと。この次のレーザーに注意、注意しようがないよね。おら、くらえ、ちょっとバラけろ、おスピードアップ、おー倒したな、まず、おー強っ、煩悩にまみれておる。その通りだ、煩悩の塊だ、いいぞ。あ、まだストライクショットは使えないと。ただし、これは結構ダメージが強い。ちょっと熱中症さえな、強すぎてさ、直せないぐらいか。回復をちょっと待とうか、鈴木。じゃあ外して、この次をね、待ちましょう。これで左下回復、あ、この次か、この次回復してくれると思うんで、右下を回復と、ですよね。 OKOKOK、 こうなったらこっちのもんよ。それ、いけ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 、どんどん。さあ、そしてここで金ハートを取って進んでいこう。さあ、おじぎそうの祭りが始まるよ。おじぎ祭りが始まるよ。見て、まずはでも回復をね、させないといけないわけですから。お主、煩悩にまみれておるぞ。さあ、さあ回復をね、敵が測ってからがもう私の時代ですよと思ったんだけど、どうだろうね、どうだろうね。とりあえず仲間になって削れるもん削っていこう。ん、今パッて一瞬なんか聞こえなかった。出なかった今。まあいいけど、まあ、なんですよ、とりあえず捕まえる。ちょっと回復していただきたいというね、気持ちが強いもので。すげえ地雷な、地雷強い。そろそろこの次あたりで回復かな、この次の次か、だから本体取るんだ。ほらほら、強すぎるだろ、このレーザーでこんな強いってどういうこと、これやばいんじゃないの、これ要修正ですよ。そのこと言ったらね、覚えてる。わあ、強っ。で、右へ回復。さあ、おじぎそうよ、やっちゃいましょうか。まあ、本当はね、雑魚がいる段階でやっちゃってもいいんだけどね。さあ、攻撃は逆効果だ。どう、どう、おー。で、この後ですよ、復活するわけじゃないですよ、ザコを復活するわけじゃん。あ、でもそっちか、ザコ触ってやったら強いのかなと思ったけど、どうだろう。あ、これ倒したの、まさか。あ、強い、強いよこれ、何この強さ、楽しい、まさし、うん、まさかここまでヨーコクラマが強いとは思いませんでしたが、これ意外ですな。さあ、ドロップすんのか。よし、落ちました。つうわけで、告知最後にね、今日の夜19時から
モンスト武術会やりますんでね、降臨の落としちゃった降臨のねスタミナ半分かかっておりますので、ぜひぜひ、概要欄の URL から見に来てください。皆さんの、ね、力がないとね降臨のスタミナ半分できないんでね、ぜひご協力ください。では以上ギコさんでした。バイバイ。まぶしい。